バンドのロモ・バン・ヘイレンはアメリカ合衆国出身のハードロックバンド。米国西海岸におけるアメリカに HR、HMK バンドの先駆者であり、ジャンプなどのヒット曲で知られる。また、リーダー兼ギタリストのエドワード・バン・ヘイレンはその後のロックミュージックに多大な影響を与えた非常にテクニカルなギター奏法であるタッピングを広く普及させたことでも知られる。 世界的に有名なロックバンドである。全米で5、650万枚以上、全世界で8、0、0、0、0、0、0枚以上のアルバムセールスを記録。1992年、グラミー賞受賞。2007年、ロックの殿堂入り。ウォールストリートジャーナルの史上最も人気のある100のロックバンドに手1な位。エディバン・ヘイレン1977年、エドワードと、 アレックスのバンヘイレン兄弟はオランダの内名編に生まれる。クラリネット奏者だった父親の影響で幼い頃からピアノやバイオリンなどでクラシック音楽を学んだ。アメリカのロサンゼルス近郊のパサデナ一家で移住した頃にはロックンロールやポップミュージックに興味を持ち、アレックスがギター、エディがドラムセットを手にする。しかし、エディが ドラムセットの借金返済のために新聞配達をしていた間、アレックスが勝手に叩いているうちにエディよりも上達してしまい、お互いの楽器を交換し合うというエピソードが伝えられている。その後、バンヘイレン兄弟はジェネシスというバンドを結成。トロージャンラバーカンパニー、ブローケンコムスなどと名前を変えつつ、活動を続ける。兄弟揃ってパサディナシティカレッジに入学すると、 バンド名をマンモスとしてタイバンド仲間であり、校内で人気を争っていたレッドボールジェッツからデイビッドリーロスを引き抜く。マンモスは PA 機材をデイブから借りていたが、そのレンタル量が惜しくなっての引き抜きだったとも言われる。また、同じ学校のスネークというバンドからボーカル兼ベーシストのマイケル・アンソニーを迎え入れ、デイブの提案によりバンドは名前をバンヘイレンと改める。ちなみに、 イギリスではバン・ハーレン、オランダ語ではファン・ハーレンと呼ぶ。カナダ公演バンドはパサデナを中心にロサンゼルスやハリウッドなどのクラブでライブを重ね、徐々に人気を集めていく。この頃のレパートリーはディープパープルやキッス、ダブル・ゼータ・トップ、エアロ・スミス、レッド、チェッペリンなどのカバー曲を中心にオリジナルを織り交ぜたものだった。1976年、 キスのジン・シモンズの資金援助を受け、デモテープを作るが、レコード会社は興味を示さなかった。1977年11月、レギュラー出演していたクラブに、ワーナーブラザースレコード社長のモー・オースティンと、プロデューサーのテッド・テンプルマンが突然現れ、バンドに契約書を渡し、24時間以内の契約を、迫ると、バンドはその場で契約を決めた。 デイブリーロス1978年2月、アルバム、炎の動火線をリリース。全米最高位19位。芝叩く間に150万枚を売り上げ、プラチナディスクを獲得する。現在1000万枚以上を売り上げる。6月、初来日。他のミュージシャンの来日ツアーがキャンセルとなったことにより、デビュー後半年という異例の早さでの初来日となった。9月、再来日公演。 全座にテクノポップバンド、P モデルが参加。サミー・ヘイガー・ゲイリー・シェローン同年10月、ベストアルバム、グレーテストヒッツリリース。18年の集大成であるとともに、10年ぶりにオリジナルメンバーでの新曲が含まれたアルバム。しかしデイビット・リーロスはバンドに戻らず、3代目ボーカリストは、エクストリームのゲイリー・シェローンと発表される。2004年のグループショット同年11月、 シンベーシストとして、エディの息子、ウルフギャングの加入が発表される。当時は、ウルフギャング表記だったが、2012年にメディアプレスは、ウルフギャングに統一された。復帰したデイブリーロス2007年2008年の、グループショット6月17日、18日、東京厚生年金会館、21日、22日、中野サンプラザ、24日、名古屋市公会堂、 25日、27日、フェスティバルホール、26日、京都会館、28日、大阪万博ホール9月3日、京都会館、5日旧電記念体育館、7日、名古屋市公会堂、8日、倉敷市民会館、10日、11日、大阪府立体育館、13日日本武道館、1月19日日本武道館、23日、29日、京都パルスプラザ、 24日、25日大阪城、ホール、27日広島サンプラザ、30日名古屋、レインボーホール、2月1日、2日、東京ドーム10月25日、26日、27日、国立予予義競技場、第1体育館、29日福岡国際センター、30日、大阪城、ホール、11月1日、 日日本武道館10月20日広島サンプラザ21日福岡国際センター23日大阪城ホール24日おし小屋レインボーホール26日岩手産業文化センター28日29日30日日本武道館11月二日横浜アリーナ6月18日愛知県体育館6月21日東京ドーム24日 26日大阪市中央体育館賞祭は、バンヘイレンの作品を参照フランクザッパは、息子のドゥーイージルザッパを、エディバンヘイレンに引き合わせ、直接ギターの指導を受けさせた。ドゥーイージルは、スティーブ・バイの指導も受けている。ありがとうございます。